はどれでしょう。すごいですねこれ。おお、やっぱそういうシーズンなんですね、牡蠣の。すごいっすね。大丈夫ですか。ちょっと残って。うわでかっ、うわでかっ、うわうわわかんないっす。うおあ、出てきたほうが、うん、あれ、はい。今回はケンさんが入手した木津ガニをいただく企画です。早速ケンさんの家に向かいます。でもいいけど、まあまあ言ってもいいんだけど暴れちゃう。お風呂が暴れます。暴れるから足を取れて。もうあとは真っ赤になるまで、うん、
もうこれがその吉井川で取れる。そう、もうすぐ罠仕掛けてみたいな、罠網カゴ、カゴ要するに網のカゴがあって真ん中まあ餌があるわけで、はい、入ったら用がこうなってるから出れない。はい、それでと。ああ、なるほどね。男はやむねえだけど、それでもまあ、はい、お前の前だね、家の中前だねって言ってちゃんと整ってます、ね、おー、血が取れてしまう。あ、あんまり食べるとこないっけ。味噌がメイン、味噌がメイン。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。もう汗やこう。待って、なんかおおそういう感じなんですね。今 見るわけ。はい、食べるみたいな。またあだいぶ入ってますね。ちょっと熱い。あ、いい感じですか。おこれまずパンツをはぐって、はい、これメスだから、はい、オスは本当に死だけどメスはまるでパンツをパンはぐって、さあここをガバッと。おー、まあ、すごいですね。熱い毎度。すごいですねこれ。これですもんね、うん、そう、まあ、この側とかにある、はいはいはい、これこれが欲しい。あ濃いから。いいですね、濃いですね。確かに味噌がしっかりしてますね、うん、いただきます。日本酒がムンムン。そうそう、だから大丈夫。楽しむのじゃん。うん、身は入っとるけど、こうガシガシって。ああ、なるほど。食べにくいけど。じゃあ今が一番いい時期。今この、まあ、年通しても、まあ、なんか新米が取れる。要はさ、このつまみだよね。ああ、でもね。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今回はですね、川で取れますモクズガニをいただきました。このモクズガニなんですが、主に関東地方の呼び名であるということで、西日本ではズガニ、ズガニと呼ぶ地域がね多いということです。基本的に食用部分はね、まあ、甲羅を開くと現れるカニ味噌という部分ですよね。まあ、足とかは比較的ちょっと身が少ないのでちょっと大変かなと思います。先ほどね確認したんですけど、某、ネットショッピングサイトでも、新鮮なカニ、カワガニをね販売していました。まあたまにね岡山市内でも、なんかモクズガニどうですかみたいな、看板というか標識を見るので、販売、購入可能かなと思います。はい、まあこの川にね生息する、カニということで、しっかりね加熱して、食べてみ、てくださいというわけで、ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。